ボノロンは小さい頃から読み聞かせてるから大好きなんです。だから絵画コンクールの案内を見た時、二つ返事でやるって。絵を描くだけで気軽に応募できるのがいいですね。あと参加賞も。でも何より一生懸命な子供の姿を見れたのが嬉しいです。公園の原っぱとか道端に咲いているお花とか、ちょっとした自然に目を向けるようになりました。テーマがボノロンと緑の自然なので、コンクールに応募したことがきっかけですね。親子の会話も増えたと思います。